リサちゃんさっき聞いたらオノフ歴12年。やっぱいいわ、オノフ。絶対的な信頼もある。ショートすることほぼないからね。本当だね。びっくりするぐらい動かす自分でも。私ショートしてばっかりだもん。前半パワープレイでした。ナイスショー。こすった？こすった。でもいいとこだよ。右広いし。お願いします。お願いします。跳ねた。すごい跳ねてる。なんか今日運がいいぞ。狙う？うん、バンカー。バンカー手に。はい。わお、ナイスショー。なんかやっぱこのフェイス面に対して自分がこういう体の向きって感じを決めてるの。あ、決めてる。なんかどこかでこうスクエアを取らないと、うんうん、あの構えづらいかな。これでまっすぐ、うん、ここに足を入れる、足を入れる。どっち行ってる？左。これ向いてる？向きは右向いてる。これがすごいじゃん。ああ、直したい。まずスタンス、私もちゃんとしっかりこうアイアンの向きとか見て、アイアンの向きに対して自分がスクエア立つ。99ヤードピッチングで。今アイアンはすごいいい仕事をして上からしっかりズッと入ったのに、癖が強いからこねちゃうよね。でも当たりは良かった。しっかりしっかり腕出た。距離バッチし。強かったけどダフったりしてない。成長成長。グッドー、完成。しっかり打った。ナイス。読めてまへん。ナイス。はい。傾斜地でのフルスイングは意味がない、うん、ああ、さっきリサちゃんに教えてもらったやつだ、ね、バランスをいかに保つかが一番大切なのだ。タオキさんってことはここ、あ、本当だ。傾斜結構あるもん。やっぱそのと意外とあるね。あるね、うん、400ヤードしっかりあるし。あ、耐え時だ。耐え時。でもオノフのクラブの番手を上げて、そうハーフショットぐらいのフルスイングしなければね。あのバンカーまで211。お、もっとありそうに見えるけどな、うん、早い。やってしまった。ああ早い。早いね。我慢できない。いいイメージある？今ない。ないよね。最近ね、打つ前に自分がそういうスイングをしたい選手を頭ですごいイメージして、その人になりきったつもりで軌道を描くようにしてる。できてないんだろうけど、なりきりね。モチベーション的な話、気持ち。そうそうそう。でナイスショットできたら今できたみたいな。一人で楽しんだって、一人で遊んでる。わ、これどうすんの？リサちゃん全然見えない。これダメなやつだった。左は絶対ダメなやつ。なんか全然クラブも一回出します。はい。うまい。今のもさ、
ここを超使っていいです。本当肩まで上げるのにもうここしか使ってないくらい。私肩まで上げるのに腕も使ってたけど。はい。入っちゃうかも、イメージ湧くと。うん、高かった。いいよ。ナイス。いい横。今イメージ湧いたのにな。ちょっと、うん。ね、こういうのって58じゃない？58。58。うん。バッグがちっちゃいかなって思った。もうちょっとこう上がってもよかったかなって。これぐらいだった。うん。だから後半切り返してからすっごいなんかきつそうだった。なんかふわっていうイメージは取れなさそうだなって感じ。うん、おや？ダメだな。ちっちゃくなってきた。おー、いいよ。来た。あ、おー、いい入り。ナイス。今結構真剣に。うん。あ、見て。ダボになった。全部同じクラブにすると同じメーカーで揃える良さもある。昔からも本当それこそ中学校めちゃくちゃ打ち込んでた時期から使ってるからでも安心感はすごい。あ、安心感、信頼。そうそう、もうフェイスの形とかも溝一本でもさ結構違った風に見えるから、一番下の溝の、うんうん、さらに下に一本入ってたりとかするフェイスとかもあるから、それ一本入ってるだけでもああ気持ち悪いとかってなっちゃうから、結構アイアンの顔は、うん、絶対的な信頼はある。おー、なるほどね。ヘッドが大きくてもちっちゃくても面積とか多分見慣れてるからかな。あと距離とかも番手とかもさ、やっぱメーカーで揃えた方がさ綺麗にこういう風に飛んでくんじゃない？そうだね。なんかこれが飛びすぎるとかさ、うん、ないかも。あ、なんかもう一定にちゃんと分かれて10ヤード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 みたいな。だからどっかが空いちゃうと気持ち悪いから48度入れたりみたいとか、それこそこうロフトを調整して作ってもらったりとかしてる。いい話聞けました。うん、ナイス。お、ちょっと飛んでるぴょん。リサちゃん飛んでる。行き過ぎたぞ。ちょっと行き過ぎた。飛びすぎ、うん、うん、ナイスショー。素晴らしい。ちょっと見れた。ちょっと見れた。ここら素晴らしいよ今。はっ、グーグー。よっしゃ、ああ楽しいなゴルフ。やめられない、やめられないね。辛い思いしたでしょ。したもうね、泣かない年はないね。え、ゴルフで、うん、なんか見た目こんなんだからさ、意外とそんなことないんでしょみたいな、うん、こうやってするし、そうじゃん。しかも涙もこらえそうじゃみたいな。もうねめっちゃ我慢するから、なんか我慢してドーンみたいな、噴水みたいな、プシャーみたいな、うん、でそれでスッキリする。だからね、あのイップスになった人が調子が悪すぎて、試合中ね調子が悪すぎて当たんない、どういう打ち方してるか分かんない、でもめっちゃ泣いてスッキリするみたいな、でなんか切り替わるみたいなとこある。めっちゃ泣くんだ。めっちゃ泣く。え、声出すぐらい。基本泣き虫。想像つかない。なんか言うか悩む。
7使うか U 使うか迷う距離。150いかないぐらい。40。取り上げ。取り上げ。7番アイアン。おお、ナイス。今捉えた。おお、うん。できるじゃん。いいとこ当たってる。ちょっと下なんだけど、ここにいいとこ当たってる。ここに当たってる。いい音しました。いい音するじゃないか。おー、完璧。しかもいい回転かかってるんじゃないこれ。おー、やっぱいいわ、オノフ。だな、このね、ここにまずこう段になって、ここが平面で、ここに段があって、こっちにも分かるかな、段と段なってる。前私が使ってたオノフの厚い、ちょっと厚めのアイアンもすごい抜けは良かった、うん、でショット見せた時ってさ、うん、やっぱラフからのアイアンが結構精度を極めるじゃん、うんうん、そういう時も安心できる。全然できる。だから6番アイアンとかでも、うんうん、いけるかなって思ったら結構いける。抜けていく。なんか飛びすぎちゃう時とかも全然ある。むしろ抜けが良くてみたいな。うん、今とかすっごい良かった。良かったよね。今超回転、ね、回転もかかったし、精度だし、高さ出てるし、完璧。最高だ。打感も最高だった、うん、あ、逆じゃない、逆にいった。伸びろったー、タッチぴったりなの。ナイス。うますぎる。でも強いけどね、めっちゃ。いや、パターはね、うまいわ。めっちゃなります。ショートすることほぼないからね。本当だね、びっくりするぐらい動かす自分でも。私ショートしてばっかりだもん。ショート手前で切れるもんね、うん、だから超もったいないっていつも思う。リサちゃんのパターンだけど、強く打とうと思ってもね、結局弱いんだよね。皆様、 YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さらにコメントもね、はい、読んでるよね。読んでる。どしどしください。バイバーイ。またねー。オノフの抜け抜けたね。